東日本大震災後に公表された日本の節電ポスター節電は電気の使用量を節約すること。一つは電気料金の低減である。電気料金は電気の使用量に応じて請求されるため、節電することで節電する人の出費を減らし容易に実感できる効果をもたらす。また地球の環境を守るのに役立つ。例えば近年の日本では 火力発電が60%を占めており、それは石油、石炭、天然ガスを燃やしており二酸化炭素を多く排出し、地球の温暖化により害や国の水没を引き起こしたり、異常気象を引き起こす、といった大問題を地球全体に対して引き起こしている。節電によって、それらの問題の原因を減らすことができるのである。さらに夏のピーク時、電力供給が逼迫している時の電力消費を、 減らすことができれば、結局、危険な原子力発電所を含め、無駄な発電所を減らすこともできる。ピーク時の節電により、大規模停電や計画停電を回避することもできる。電力事業者が、発電設備への投資を抑える代わりに、大口需要化に対価を払いピーク時の電力消費を抑制してもらうことを、ネガワット取引という。ピークカットとは、電力需要のピークにあたる。 時間帯の電力消費を低く抑えること。また、ピークシフトとは、夜間など、比較的電力需要の少ない時間帯に、電気を使用する時間を移動したり蓄熱すること。日本の電力需要がピークを迎える時期は、7月から9月の平日9時から20時頃で、中でも13時から16時頃が高く、14時頃が最も高くなっている。また、何らかの理由によって、 電力を十分に供給できない場合は、電力会社側から節電の呼びかけが行われる。例えば、夏場に空調などの使用により、ピーク時の消費電力が、発電設備の総発電量を超えてしまう恐れがある。このため、電力会社によって、下記の空調設定温度を高めに設定するなどの、節電が呼びかけられることが多い。電力会社は常に、電力消費状況を監視しており、 電力供給力の限界が近づいていることを感知すると大口電力需要家と電力会社との間で結ばれる受給調整契約に基づき使用電力の削減を要請することができる。それにもかかわらず電力の供給が逼迫した時には強制的に電力供給を停止できることになっている。このため各事業者では要請に備えて電力使用機器の優先順位を あらかじめ決定しておき、要請に応じて、機器を停止していく措置を取るようにしている。また、大規模停電を、なお、電力会社各社で、電力の需給予測や需給状態を掲載する、電気予報が、それぞれの公式サイトで発表される場合もある。家庭へ、夏14時頃1、エアコンに 冷蔵庫さん、テレビさん、照明5、待機電力6、温水洗浄便座七、パソコン八、その他企業、館長でできる、節電、編集過程でできる、節電、編集エアコンの代わりに扇風機を使う、日よけの活用。緑のカーテン打ち水スプリンクラー冷房、編集夏の冷房時に、室内へ熱が入ってくる割合は、開口部七十三パーセント、屋根十一パーセント。 外壁7%、換気6%、床3%。暖房、編集冬の暖房時に、室内から熱が出ていく割合は、開口部58%、換気15%、外壁15%、床7%、屋根5%。その他の家電、編集買い替え、編集娯楽、編集その他、編集機体節電量、編集野村総合研究所によると、 一件あたりの機体節電量は以下の通りである。室温管理などの点で節電の方法が適切でないことによって生じる熱中症が社会問題化している。なお病気で塩分や水分を摂取制限されている人や高齢者などは特に注意が必要で、室温摂取28度、湿度70%を超えたらエアコンを使うことが勧められている。また、 野村総合研究所によると、エアコンを消したり、設定温度を摂氏2度上げたりするより、テレビを消した方が節電に効果的であるという実験結果が出ている。エアコンの方が消費電力が高いと思われがちだが、それは起動時のみの話で、総合的な観点から見ると、テレビの方が消費電力が高い。健康上のことを考えても、 節電をするなら、エアコンゆいテレビを消すことが推奨されている。一方、資源エネルギー庁によると、電力需要が最も多い夏の平日14時ごろに、家庭で消費される電力の割合は、エアコンが53%、テレビ5%とされており、エアコンを使わず扇風機を使った時の削減率は50%、エアコンの設定温度を摂取2度上げて、 摂氏二十八度にした時の削減率は十パーセント。エアコンを使用している時に、すだれや、ヨシズを使った場合の削減率も十パーセント。テレビの画面の輝度を、標準から、省エネモードにして、使用時間を2、三に減少した時の削減率は二パーセントと、考えられている。節電志向の高まりで、深夜にエアコンをつけず、窓を開けたまま就寝することが多くなっているが、この影響から、 主にマンションの2階以上の部屋で女性が歪い被害に遭うケースが多発している。深夜は昼間よりも電力需要が少なくなることから警察当局はエアコンをつけてでも施錠するよう呼びかけている。ガス機器使用時に節電の目的などを理由に換気扇など換気設備を用いないことは一酸化炭素中毒の恐れがあるためガス会社などでは ガス機器の使用時には十分な換気を行うよう注意を呼びかけている。電化製品の節電をした場合、節電量にもよるが、夏は冷房の負荷も低下する高影響があるが、冬は暖房の負荷が上昇する悪影響がある。なので冬は電化製品の節電以外に断熱を意識した方法が重要と思われる。2003年7月8月電力系統の トラブルによるものとして2002年に発覚した原子力発電所点検データ改ざん事件の影響で原子力発電所の停止点検を余儀なくされた東京電力が大々的に節電の呼びかけを行った節電のためにライトアップされていない東京タワー2011年3月13日撮影東北地方太平洋沖地震で東京電力 東北電力産下の発電所が各地で損傷を受けたため、両社管内の電力需要が逼迫した。また、同地震によって引き起こされた福島第一原子力発電所事故の影響により、各地の原子力発電所が点検長期化、運転停止となっているため、被災地以外でも電力不足の懸念が生じ、節電が呼びかけられている。東日本大震災による電力危機も、 参照2011年3月4月東京電力は、大々的に節電呼びかけを行うとともに、臨番停電を実施した。なお、東京都知事、石原慎太郎は、東日本大震災を受けて、経済産業省が産業界に25%の電力削減を求めていることに触れ、パチンコや自動販売機はやめるべきと主張し、政令によって節電させるよう日本政府に要望している。 また、飲料自動販売機とパチンコの合計消費電力は、福島第一原子力発電所1号機の2機分に相当するとの指摘もなされている。2011年6月から9月経済産業省では、東京電力、東北電力管内全域で、原則2011年7月から9月の平日9時から20時における、使用最大電力を15%削減するよう協力を呼びかけている。 さらに、大口事業家に対しては、電気事業法第27条に基づく使用制限を実施することになった。期間は、東京電力管内が2011年7月1日の9月22日の平日9時から20時、東北電力管内が2011年7月1日の9月9日の平日9時から20時となっている。なお、経済産業省では、 具体的な節電方法と削減率をウェブサイトに掲載している。また、関西電力では2011年7月1日から9月22日の平日9時から20時の間15%程度の節電を呼びかけている。なお、関西広域連合では2011年6月22日から9月23日まで5%から10%の節電を呼びかけており、 電力需要が逼迫した時には10%以上の節電を呼びかける方針や、停電の恐れがある時にはエアコンを切るように呼びかける方針を打ち出している。また、中部電力、北陸電力、四国電力、九州電力でも、2011年夏のピーク時の電力に余裕が少ない状態になる可能性が予測されており、各社のウェブサイトで節電の呼びかけを行っている。 なお、電力会社各社で、電力の需給予測や需給状態を掲載する電気予報が、それぞれのウェブサイトで発表されている場合もある。また、経済産業省は2011年7月19日から、政府が電力需給逼迫警報を発出した際に、携帯電話、スマートフォンへ、メールなどで知らせるサービスを開始した。2013年8月、 大韓民国は節電規制に従わない企業の実名を公表、観光庁に冷房禁止令などをした。ありがとうございます。